です。スーパーヒーロー。隊長、この炎全く消えません。何？アイドルに対するファンの思いがとどまるところを知らず、どんどん燃え上がっていきます。百戦錬磨と言われた我々にもこの炎を消すことができないのか。よし、ではこの場は消火活動を一旦取りやめ、ヒートアップしているファンが倒れないよう水を配る作戦に変更だ。イエさん。はい、ライブで盛り上がるのもいいけど、倒れないように水分補給は気をつけないといけませんよね。マイネさんはライブ中の水分補給バッチリですか？おお、確かにライブ中水分補給ってファンの人どのタイミングでしてるんですかね。私は MC の間に飲むんですけど、でもこのタイミングがすごい難しくて、ユニットさんのステージとか見てると、もう一人挨拶をしたりとか自己紹介が順番に回ってくるから、その待ち時間の間に飲んでるのとか見るんですけど、琴音の場合は自己紹介一人で終わっちゃうので、どうも暇がなくて、そこじゃ無理だなと思って、こうそこから喋り始めて、で次の曲紹介まで行っちゃうと、ついつい飲み忘れちゃうこととかがあって、なのでなるべく間にちょっと自分的に飲むタイミングを作るために皆さんの拍手を強要したりしますで皆さんが拍手をしてくれてる間にふわっと飲んで、じゃあ次の曲いきますっていう風に始めたりします。いやー、でも難しくてたまに飲み忘れちゃいます。よくないですよね。燃え上がるのもいいけど、ファンの皆さんもね、ぜひ琴音が何だろう、 MC 中とかかな、ぜひぜひ気を使わずにいっぱいお水飲んでくださいね。そう、8時間ぶち抜きライブとかもあるから、休み休み垂れないように盛り上がってください。ラジオネームゴムゴムのまどめさん、ありがとうございました。続きまして、ラジオネームふたみさんからの投稿です。こちら第510番隊隊長、ことで現場に到着しました。
すでに現場は熱気で溢れています、はい、これから消火活動を始めます。みんな、私が来たからにはもう大丈夫。え、私は一体誰かって？歌って踊れる民族大移動消防系アイドル、お願いです。さあ、この曲を聴いてクールダウンしてね。隊長、隊長、こちらことね、曲で会場の温度を下げるどころか逆にヒートアップしちゃいました。おまけに曲の途中で靴が脱げて可愛い靴下ちゃんが、消火活動不可能により撤収します。はい、じゃあ長編対策、サトミさん、こんばんは。先日のブログでライブで曲の途中に靴が脱げるという伝説の靴下ちゃん事件を思い出しました。自分は実際には見てないないのですが、スタッフさんのツイッターにその時の写真が載っていたのを見て、失礼ながらこのネタを思いつきました。ごめんなさい。どういうことですか？誰の許可をもらって靴下ちゃん事件いじってるんですか？許せないです。そんな事件まあありましたけどあったんですけど、いいんです、もう時効です。忘れていい事件なので、はい、皆さんこの事件のことは忘れてください。いやー、ね、ライブで確かに歌って踊ったらクールダウンするどころかテンション上がってくれちゃいそうですもんね。そんな時は持ち歌を歌うんじゃなく、なんだろうな、ちょっと童謡とか歌ってみればクールダウンしそうな感じだってライブ中アイドルがいきなり童謡しか歌わなくなったら、おいおいとか言えないし、よし行くぞとかも言えないから、ファンの方シーンってなってクールダウンをするんじゃないかなと。いや、いやでもな、お姉のファンの人たちなら童謡歌っても盛り上げてくれそうだな。でも難しいな、ライブでヒートダウンさせる、クールダウンさせるっていうのは。いや、アイドルには不可能ですね。ラジオネームふたみさん、ありがとうございました。はい、皆さん投稿ありがとうございます。今日はもしもアイドルが消防士さんだったらというテーマでお送りしました。そして今日最も良かったセリフを送ってくれた方には琴音のサイン入りの FM ポートステッカーをお送りします。発表は番組のエンディングで行いますので最後まで聞き逃しなく。それではここで次週のお題を発表します。次週のお題は、もしもアイドルが警察官だったらです。はい、アイドルが警察官だったらこんなこと言いそうだなと思うたりも一緒に考えてください。なんかアイドルが警察官って聞くと時にはパンチ、時にはキック、逮捕しちゃうぞっていうのありましたよね。それを思い出したらそういうネタもありかな。みんなどんなの考えてくれるのか楽しみです。ということで、皆さん来週もこのコーナーにバンバンご参加ください。それではここで1曲お送りしましょう。先週リリースされた東京女子流さんの、あ、すいません失礼しました、今週リリースされた東京女子流さんの通算4枚目のアルバムキリングミーソフトリーからずっと忘れない。